はい、どうも、こんにちは。今日は、セブンデイズトゥーダイやっていこうと思います。セブンデイズトゥーダイやろうとしたんだ、なんか知らんけど、アップデが来てて、バージョン 1.0B330EXP というやつが、アップデが入っておりました。で、英語で書いてるから、なんか新しいポイが、追加されたよ、っていうのと、あとなんかちょっと変わったところがいろいろなんかあるよみたいなことが書いてあるんだけど、よくわかりません。なんでやっていこうと思います。なんとかリムナントホスピタル01みたいなのがなんか増えたとかなんか書いてあるな。ゾンビオーディオソースディスタンスフィルターズ？なんかよくわからんけど。これはあれか。なんかよくわかんねえけど。まあ、やってればわかるっしょ。なんで、やっていきます。13日ぐらいに終わったから、今日は2回目のフォードが来ます。あとは、いや、3に上がったかな、クエストは。で、次の日になんねえとティア3になんねえから。よいしょ。やれることやっていきますか。自分の放送。やっていきます。よろしくお願いします。状態2つもいらんかもしんないけど、あれ、ちょっと待って、大丈夫だね。むしろロが2ついるんじゃねと思うんだが、ここにさ、もう1個置いてもいいな。では未定か。なんか足りねえ現状。飯かな。一応ティア2のクエストは受けてんだけど、夜やけん。あれ行くか。宝の地図。ファームのついでに、宝の地図行こう。で、卵を拾って、飯も作るという。こんな感じで。卵はねえんだわ。畑をもっとでかくしてもいいな。
もうね、配信者さんたちが7 days to die やってたんだけど、あれ見てさ、もしかしてステージ強制的にさ上げて、そのまあ、俺の場合はリセット、死んだらリセットでやってんだけど、別に死んでもその別にね何もない状況でやってる時とかは雪原とか荒れ地とか初手でいきなり突っ込んでって、死にながらそこの無理くり宝部屋まで行って、そのアイテムを漁ることによっていいアイテムとか武器をね初手で結構早めに取ることが可能で、こっちの方がなんか動きとしては良さそうな気がするんだよ。だから死んだらリセットとか、その死んだらそのスキルとか、全ロスとかがなければ RTA とかする場合だと、そういうムーブも有効なんじゃないかなってちょっと思ったりもしたんで。やっぱアレチなんかステージで全然アイテム違うから、特に今回その防具がねあんま出ないだよね。でステージ上がったら結構ボロボロ前みたいな感じで出てくるんだけど、最初結構出ないし、初手で結構荒れ地とか行くのありだな。この配信見ててね、なんかそう思ったわ。なんかいい武器拾ってて、その、まあ、防具も含めてね。で、それで、その、死んじゃった、ははーって言いながら、その、また森林バイオームに戻ってきたんだけど、結構、その人だけ装備がね、突出しててね、実は良かったんじゃねっていう、このムーブ。良くなっちゃうな、これ。なんかこれ。あ、うわ、日付変わんねえと、クエスト受けれん。制限にかかってるわ。あ、でも、宝の指導はいけるのか。ならいいや。受けねえか。やるか。この辺にポンって置いちゃって。ショベルとかも、あれだね。そろそろ石以外の鉄に変えてえな。作るか。見つけよう。宝の地図は来ないんだっけ？敵。ちょっとわかんねえな。穴掘りクエストあんまやったことねえけん。覚えてねえわ。これ今登れるようにしとくか。釣り鉢状に掘っていこう。フルなった。フェラルが湧く。大丈夫です。あそこに一匹いるけど、やっとくのもありか。音出さんようにしてやるか。やるわ。どんぐらいか？
ってねえな。こんなもん。高すぎ？呼ぶか。当たんねえな。大丈夫そう。敵わかんか？宝の地図って。取った時だけか。心配して損したか。逃げればいいな。あ、え、ロックピックがいる。まだ作ってなかったな。あ、作れないよ、ロックピック。フォームが足りねえ。スキルレベルが足りねえわ。なんか声しない？だいなやつか。わかったわ。銃は使うな。ライト消した。一人敏感になっとかんと死ぬな。湧かないんだね、やっぱ。帰ろう。弾を拾いつつ帰りたいね。あ、補給物資あるわ。これも拾っていこうか。スタミナ残しておいて。
相手マシンが良くないな。いらんな、別に。あ、ここに、五重の塔みたいなのがあるけど。これは、やばそうだな。あれ消しとこう。これティアイチンとか。スティアーガルチ。意味はわかりません。静かすぎる。本当は BGM ね、つけたいんだけど、俺の下手さだと、ゾンビの声が聞こえないの結構致命的になっちゃうからな。また余裕があるときに出ようと思います。あべ、来る。まずい。これも刺さるのも命がけだな。一撃まではね、食らっても大丈夫なんだよね。その自転車乗ってる時に。逃げ気味から普通にダメージが入るから。だから熊に殴られても HP1 ぐらいしか減らないはず。なんかいる！あ、熱い！踊ろう。食べやついた。ここんなパーツいいかな。雑誌本、バイクハンド。スカローウェア、俺いらないんけど、誰か使ってるかもしんねえから入れてくか。
足りねえな。サンドイッチでごまかすか。吸引石も一個取っときたいな。穴掘りでもすっか。これをやめて矢さを受けるか。はい、コーヒー持ってきます。迎撃拠点でできることって言ったら、速度を上げるぐらいしかできないんだよ。で、罠は、罠作ればあれか、できるけど、鉱石が足りないか。っていうか、罠のレベルも足りんから作れんし、あれもねえかな。あ、気づかれたな。ダメ、ちょっとまずいかも。もうちょっと深く掘んねえとダメかも。どこ殴ってんだろう、見えねえわ。おい、来た。セラミス、これか。作ってもいいよな、正直。もうちょい玉石作って。まあ、いろいろ玉石強化やるか。で、コンクリートは、まあ、本が読めてないから、あれなんだけど、準備だけしとこうか。砂漠まだ見つけてないか。コーヒーをもっと作るに。こんだけ深いと行っても多分気づかれねえもんな。どの深さでそのゾンビが反応しなくなるとかよくわかんねえけど、調べてみないとわかんねえ。
この高さに鉱石があるといいんだけどね。多分そろそろ下の限界地点も、あ、ここは限界だね。これはむずいんじゃないかいって。どれがいい。掘るのは下手くそだから、フック置きながら掘るとまっすぐ掘れるかな。これね、なぜ登れねえんだ。これ階段置いてよな。あれ、なんで登れねえんだこれ。あ、登れた。階段なんか前はこんなこと起きなかったんだけど、なんかおかしいな。なんかカエルもあったら買っとこうか。If you want a job from me, you better not fuck this up, or I'll cut you. What's the matter? Can't find what you're looking for? レンジャー、アーチャー、練習してもそう。これはある。シリューター、飯かな、買うとしたら。あとはちょっと、罠ちょっと見とくか。バッツトラップは、ブレンマークとか、貼っといてもいいかもな。貼っとくか。どうせいるもんな。で、バッツトラップ。で、ブレードトラップが欲しいな、一番な。Thank you very much, and now you can go fuck yourself.ファッキューって言われなかった。気のせい。霧がすげえ。罠ね。罠もどっか置いてI'm gonna get me in.
なんか準備することあるか、他に。あんじゃん。あんまもう、いやー、もういらんだろうな。正直、パイプ爆弾は、いらんな。使わんな、あの曲。マジで、なんも、いらんな。薬だけ、お守り持っていって、かな。イガクラもお守りしとくか。それはちょっと作っとこう。よいしょ。50ぐらいかな。けるぐらいしか。22時までちょっと。ファーム行くのもあり。死ぬんだよな、こういう時に行くかな。さっきあんま行きたくないんだとか。はい、行ってみてもいい。もうちょい置いとくか。甘いし。
これ、連鉄もいるな。連鉄ちょっと持ってくるか。あっちの修理は、連鉄いるわ。よいしょ。ここに直しとく。時間までバウンしとくか。皆さんどこだこれ。クエスト受けなくてもいいから下見だけしとくか。やべ、こう硬化したんだが。あれ、もうちょっと。犬いるな。あさってるね。これ来たことある？いるわ。もういらんな。網も。ああ、悪くないな。消防署か。下見だけつっいって下見だけしよっか。
鳥もいる可能性もあるから。鳥パトか。なんかいるだろう。いたわ。登っていくのなしな、ちょっとマジで登ってきてるわ。あーマジマジいい登ろう。殺しに来るから。こんな地上で戦いたくねえ。これどんどん来てないか。あとにいいね。するか。ホールだ。よくないな。たまにはこういうの使ってみるか。当たんねえな。
何開けるのじゃないの、いっぱいんだよな。起こした方がいいな、これ。起きてた。うん。音は聞こえるけど、どこいる？分かってんのか、これ。わからん。どうしたか？いねえ、うわっ！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 ちいかわみたいな声が出た。早すぎるな。オタクグローブか。やばそう。
多分こう走ってきそうな気がするんだよな。これでいいや。時間は稼げるっしょ。さすがに4時になったら撤退しよっか。やべだよな、やっぱ来たよな。いってはい、撤退撤退撤退。こんな、なんだこっちから来そうやな。おいしいとこだけ取っていくか。上がってくるかと思ったけど、まずサボテンマン、ハロハロ。お、サボテンマンさん、こんばんは。今日も京都でやっております。飽きずに。自分で行くぐらい。あれ、ダンプしてそうやな。やだね。で、今度こっちだろ。で、俺がこっちに逃げる。あら、もったいないんだよな。あ、こっちで処理したいんだな。謎のアップデートが出まして、弾とか消耗しないようにしたけど、変にしてたら死ぬな。これ330 B330 のなんかアップデート入ってたらしいんだけど、あ、英語やけんよくわかんないんだけどさ。違いがわかんねえな。
ちょっと頑張りすぎたな。きっとうめえ。鐘。やべ。この鐘を鳴らして、なんかゾンビが集まってくるイベントとかあったら面白いよな。街中のゾンビがこの。サボテンマン、今 BGM がシンクロしててびっくり。びっくり？そうか、サボテンマンさんもやりながら見てくれてるのか。ありがとうございます。ほい。よいしょ。これも今日明日の休みなんで、久しぶりにセブンデイズ進めようと思ってやってます。疲れるんだよなぁ、セブンデイズやると。だから、ある程度余裕がないとできねえ。1時間ぐらいやるとさ、あ、そんな進まんしね。だから、3時間弱ぐらいはしたいからな、セブンデイズ。まあ間に合うな。入って、コードの準備だな。2回目のコード。今、ティア3まで来たかな。まあ、多分ゆっくりやってるから結構遅いペースだとは思うよね。14日目にティアさん。一気にさ、ティア、クエストのティア上げたらなんか、緑しか出なくなったんだよな。ページ依存は前からそうだったけど、結構早い段階でね、緑しか出なくなったりとかするから。この難易度だと、じっくりね、プールとか、防具とか、上げていかんとし、死ぬからな。帰りましょう。ほい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 。ベストはまた今度と。なんかスチームにね、またなんかセブンデイズっぽいね、なんかゾンビにサバイバルみたいなのがゲームが出てたんだよな。サボテンマン、アレチ 100% ができなくなったので悲しい。あ、そうなの？アレチ 100% できなくなったの？高度なあれでできないんだ。へぇー。これ終わったら次アレチ 100% でやろうと思ったけど。アレチの割合を増やすことはできる。限りなく100に近いとかはできんのかな。前はできたのにできなくなったのか。ショックだな。サボテンマン、必ずタノバイオームが入ります。あ、いくつ 7% だったかな。結構、あ、マジか、残念やなそれ。あれ 100% マジでできなくなったんやな。ショック。ハーバス、その別の難易度で慣れちゃうとマジで緩むよな。俺そのさ、この狂気最高速やる前普通の難易度でやってたから、今4回目なんだけど、3回目が普通にボーンって死んだからさ、
すぐあれだな、慣れる、人間で慣れるから、そのこの環境に慣れちゃうんだよな。ようやくね、最近スピードに乗ったけど、おかしいなあ。あ、いきます。サボテンマン、緊張感があった方が楽しいですよね。そうよ、ほんとそう。一応その、この難易度難易度でね、別に手抜いたりはしてないんだよ。ただ、やっぱどっかでそれが出てんだろうなぁ。ってなうちに。いや、これだけ食らっても大丈夫ぐらいな感じでやってたから。同じやり方でね、狂気最高速でやったらもう普通に捕まって、殴られまくって、なんだろう、もう動けなくなって死ぬみたいなのが多かったから。よし。ダメかな。弾は、てか、近接だけでいいんだよな。で、壊されたらドンマイやな。メガクラで逃げるか。治療カクテルは。ああ、トリマに入れてるやつ。近づけに行く。今。トリマ。何気にこのロックが邪魔でさ、ここの感覚がなんか狂っ、最近狂ってんだよな。違和感がすげえ。足が足りんか。あー、かぼちゃ作れんだ。でもいい。あ、卵。なんか作っていいやなぁ。これあれだな、今。うわぁ。まーずい。お、ゾンビサーの姫が来た。どこいる？あそこだ。叫ぶな。あれでな、集合する。あ、これだいぶ減ってるな。やばい。これはまずい。フォード前に、えらいことになりそうや。
あー、釜石がね。無駄に弾使わされてんな。やべ、いって。自分で当たった。とかもさ、ゾンビが張り付いても死ぬようにしとかないかんな。開いてんのよくないな。地下の扉みたいなのなかったっけ？地下扉あるな。まあ、ちげえな。あれ、俺せっかく電球がいらんねえ。ダメ、押してた。簡単な拠点をもうちょっと作っ、もう一個ぐらい作っといた方がいいかもしんねえな。今度でいいけど、例えば、うん、おお、ほう。
もうちょい。で、なんだっけ、くさび型じゃなくて、キャットウォークか。キャットウォークの、咳が止まんね。ごめんね。これかな？これか。これやな。多分できるまで間に合わんから、これもうちょいでかい、あと一マスずついるな。ちょっとまた次回に作るか。最後までやろう。あれ？コピーできねえ。なんでだ？始まるな。さあ、2回目のコード始まりますと。お、近距離とりあえず殴れば組む拠点ではあるけど、じゃあ64体おるけん大丈夫かな。ちょっと怖い部分はあるんだがな。よし、 OK。 さあ、修理しながら基本しゃがみスタイルで、ここに詰まったらこれを上げる、壊れたら修理、OK。 さあ来い。最初は見えないんだよな。
最初は。スパイクはやってくれるって言って。道がね、壊れてからの話なんだよね。だから、俺、良くないね。すぐ自爆する。で登ってくるやつを倒す。近距離プラスとかが欲しいかな。サボテンマン、ファイト。おう、ありがとう。で、多くなったら服を開けて通過させる。あ、人だったら良くないな。締めて、頭突っ入らせて、殺す。また増えてきたら、開けて、これの繰り返し。片方開けるがいいかもな。一応ループにしてるから、ルートが切れなければずっとループしてくれるはずなんだけど、なんか来なくなったな。なんでだ、なんか壊した、ちょっと不安になるな、そういうことしたら。あ、変な音が殴ってない、犬も来てるな、ちょっと不安になるな。ああ、多分他のスパイクに引っかかってんだな、これ。多分大丈夫。下に、こうやって、ゾンビ犬はこれで倒せる。ゾンビ犬来た。いるね。登ってこないな。大丈夫か、ループ壊れたか。怖っ。ああ、普通に引っかかってんだな。来た、逆に来た来た。なんかどっか殴ってるな。
回投げてみるか。下の犬一掃できるわ。あ、でも俺にも刺さるな。よくないか。殴られてる。もう登ってきた。やべえ。ボンがめっちゃ溜まっとるわ。じゃあね、燃やすかもう一回。
強すぎだろ。燃えてる時に近づくと俺まで燃えるっぽいな。ダメージを与えられるけど、ちょっとどうにかしねえといかんの。ダイヤウルフに攻撃された。あぶねえこいつ。なんだこの硬さ。こいつ。あ、弾が足りねえこれ。もう一匹いんだよな。あ、ちょっと趣旨と違う。こうになっちゃったな。まだいいんだよ、下に。危なかった、今。プンしよう。まだいるな。あー、銃がなくなったわ。だけどやっぱ無理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 。ちょっと待て、ダメだ。こいつがいると無理だ。近づけねえ。射程が長いんだよな意外と。ダメージが取んねえ。ゆっくりこむ。焼くしかねえのかな。この距離だけで済むと思ってたのは間違いだったな。まだめちゃくちゃ体力あるんだけど。壊されちゃうんだよな。近づけねえな。壊されて突っかえてるな完全に。上からやるか。
穴開いた、穴開けてったな、こいつ。あ、なんか赤のあれも出てるな。これね。意味なくなったからこう殴ってんだな。やばすぎる。逃げるか。こいつやばくね。2匹いんだけど。死ぬ死ぬ。ダメだ、うちは強すぎる。ミスター恐ろしいな、こういった。なんでこんな変な風になるの。もうダイヤウルフ対策しねえとよくねえな。これも多分壊されてる。回収してんだよな。はい、スキック。ダメージ入ってねえ。なんだどういうことだこれ。
めちゃくちゃ壊されてんな。やれる？あ、やれるわ。これいいじゃん。あー、これでいいんだ。ダイヤウッド優先やな。あー、ガチで強え、こいつら。このブレードトラップとか電流トラップで足止めとかしたいな。難易度普通でもね、ダイヤウルフいたんだけど、ドン引きですわこいつらの強さ。さすがにドン引きです。まあ、勝ったけど失ったものもでけえな。弾がほとんどなくなったのと。マジか、ボロボロじゃん。いや、おやひで。結局4匹ぐらいいたのかな、ダイヤウルフ。いやー、ちょっと舐めてたわ。ダイヤウルフ強え。狂気の。硬すぎる。ほとんど壊されたな。また直さねえとな、いろいろ。あれ、調子が良くなっちゃった。残念ではあるよ。直すか、それとも別の作るか。ここんとこも考えねえとな。まあ、一応2回目のフォード抜けたけど、これちょっとなんか対応考えないと次危ねえな。鳥も来るし、警官とかも来だしたら生きていけねえかもしんねえな。また別の拠点作るか考えねえとな。あのダイヤウルフをどうにかしねえといかんかもな。あんな強いとは思わなかった。
入ってもたぶん。濃いしね。来るわ。まずい。野良か、これ。ちょっと待って。俺、ちょっと重いんだ、今。まじいぞ。一回、直そう。やり合うか。あ、今全部壊されたな。上手い人さ、ダイヤウルフどうやってやってるのかな。本気のダイヤウルフ。マジでやべえな、あいつ。俺、鶴橋どこやった？直したか。ヒルも無残やな。マグナム全部読んだね。あ、ない。シューズ、あー、アスリートシューズ、アサシン、アサシンの方がいいな。マジであの犬2匹は、まあ、3匹いたか、結局。いや、4匹いたのかな。3匹か。ダイヤウル3匹だけでこんな深刻な被害が出ると思わなかったな。今まで犬なんかほったらかしてても大丈夫だったんだけど、
あいつら硬すぎるっけん、永遠に殴っちゃうから、あいつら先に殺さねえ、まあ、先じゃなくてもいいけど、壊す前に、処理しねえとな。このダメージじゃそんな、取んねえから、やっぱ手榴弾いるな、これ。ああ、でもミス、まあ、間に、手榴弾落とせるかな。飛んなかったような気がするんだよな。いいだな。壊されてんじゃん。開いてんのか最初。わからん。壊されたかもな。新しい。よし、ちょっと新しい迎撃拠点作るか。これ直すけど、これもとないな。仕方ねえな。ではどういう迎撃拠点にするかな。その全部、鉄製とかにしよっか。石が足んねえな。
と次回までに、ちょっとゲーム拠点、なんかいいやつないか、ちょっと調べとくわ。また作ろう。それ、間に合わなかったら、今まで通りの拠点作って、これはこれで取っといていいから、まだ使えるしな。ダイヤウルフさえ来なかったら、いけたからな。耐久力減ってんな。ヤガさん、ハットル。電鉄でここも修理しないといかんな。おい、取れてる。マジか、これも今日完成させるかね。次回はちょっとクエストやる前にいろいろ建築打って、準備だけしとこうか。これも、ダイヤウルフ舐めてた。奥のやつも完成させて、これね、あれ完成させて、もう一個迎撃拠点ちゃんとしたの作ろうか。じゃあ今日はこの辺で終わりますか。15日1回目の行動終わって、次回は建築中心かな多分。またね、続けていこうと思うので、ちょっとダイヤウルフに思った以上に被害出たけど、まあ、なんとか生き延びたので続けていこうと思います。卵もなくなったな。卵も作んないとな。よし、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。またよろしくお願いします。よいしょ。